マイタウン水戸この時間は水戸市の話題や情報をお送りしますおはようございますコンアヒコです寒くなりましたね暖房器具をお使いになっていますか火の取り扱いには注意が必要なこの時期火災予防について水戸市消防本部でお話を伺いました水戸市消防本部消防救助課消防司令補根本康成さんです これから空気も乾燥していきますし、私たちも12月からは火災期という位置づけで、火災発生が多くなるということを予測して、日々の業務を行っておりますので、皆様にも注意していただきたいと思いますそうですね、この火災予防なんですけれども、実際にまあ私たち一人一人が、ちょっとでも心がければこう防げるような予防策っていうのがいろいろあるそうですもんね。はい 火災の出火原因として最も多い原因が放火の疑いも含む放火火災が一番です、はい、えこれは全国的に見ても水戸市でもの発生件数を見てもですね第1位というふうになっております放火の火災の特徴として死角となる場所や深夜に発生することが多いということそれと発見が遅れて被害が拡大するということが挙げられております、はい 一般住宅、共同住宅の放火、火災のです、ね、対策としまして、家の周囲、共用部分、階段とか廊下ですね、こういうものに燃えやすいものを置かないということ、それと、ゴミは集積日の朝に出すということ、それと、防犯灯などを設置するということ、物置、車庫等には鍵をかけるということ。 それと郵便受けに新聞やチラシ等をため込まないということが主なな対策方法となっております地域で生活するためのマナーみたいな部分もこう守っていくとそれが自然と放火のこう防止にもつながるといううことなんでしょうかね、はいまあ、今、挙げたですね防火対策の方は聞いてみると当たり前のことじゃないかとうう思うと思うんですが、はい、実際、 あの私たちもそうなんですけど、その当たり前のことができないと、大きな災害につながってしまう、火災につながってしまうということですので、身の回りにある当たり前のことを再度確認するという作業を行っていただきたいと思いますすそうですねこのぐらいはいいかなんて思っているところが、確かに自分も振り返ると、ちょっとありそうな気はしてきますもんね。後から考えると 当たり前のことができてなかったということがたくさん皆さんの経験にもあると思いますので、そういうことをこれから寒くなって、カキの取り扱いが多くなるこの時期にですね再度確認していただければというふうに思っております火災原因1位の放火のほかにも、こんな原因が挙げられますその他にタバコ火災、それとコンロ火災とか、出火原因の上位を占めております。 それとですね、気をつけなくてはいけないのがこれから寒くなって重ね着等です、ね、衣類が厚着になってですね、服に燃え移る火災が発生することも多々ありますので、はい、料理をするとき、あとおぶつ丹に線香をあげてろうそくをあげるときとかです、ねはい、そういうときなんかも洋服の着火ですね、そういうのには十分気をつけていただきたいなと思います。 そうですね確かに料理だけではなくていろんな場面で火を取り扱うときにちょっと無造作に、ねはいね、やってしまうことはありますもんね、はい、洋服のその素材の種類によっては大変燃え移りやすいもの燃え広がりやすいものもありますのでそういうものには十分注意していいいたただきたいと思います重ね着や素材によっては服に火がついてしまう危険性もあるんですねお気をつけください。 そしてご家庭で過ごすことも多い年末年始火災予防のための取り組みが行われます年末年始にかけて火の取り扱いが多くなりますので火災発生の危険が増大することが予想されます、うん、住民の防火意識の高揚、それと火災予防の徹底と警防力の強化を図るためにですね、年末年始特別警戒というものを実施する予定です期間は 平成27年12月26日土曜日から平成28年1月9日までです、うん、水戸市の消防本部それと消防団こちらの方で実施する予定です、うん、実施する区域は市内全域を対象としまして各消防本部消防団の方の管轄区域は担当となっております、はい、よく消防団というのはお聞きしますけれどもどんな皆さんが活躍されてるんですか 消防団はその地域に住んでいる人働いている人によって構成される市町村の消防機関です、はい、消防本部と消防団皆さん分かりづらいところがあると思うんですが、はいはい、消防団の方はですね仕事を持っていながら自分たちの住んでいる地域は自分たちで守るという意識で活動していただいております、はい、全国で約86万人が様々な活動を行っております この消防団は地域の密着性、それとたくさんの人を動員できると、あとは地元の地の利を生かした即応対応能力、すぐに対応できるということを特性を生かしながら、災害対応をもとより、地域コミュニティの維持、振興にも大きな役割を果たしております消防団というと、男性団員が多い中、水戸市では14名の女性消防団員も活動しています。 団員の磯部みどりさんです。いつから女性消防団員は活動しているんでしょうか？活動自体はもう三年をしておりますが、うん、主婦の方から学生さんまで入団できる楽しい団員でございます。うん、はい。実際に今、あの十代から五十代までいらっしゃる、はい、ということですよね。はい、そうです。うん、私がまあ最年長になりますが、そういう年齢でもあの参加して活動ができる組織でございますので、ぜひ皆さんにも参加していただきたいなと思っております。 普段はどんな活動をされてるんでしょう、はい。普段は消防本部の方の行事の手伝いでしたり、あとは救命の方の講習でございますね。そちらの方の活動の手伝いをしましたり、あとはあの独居老人の訪問をするという形もしております。ままだ活動自体が大きなことはできておりませんが、徐々にいろいろな活動ができたらという状態になっております、うん。はい。あの一人暮らしのお年寄りの方のお宅を 訪ねられて火災予防についてお話しされるとかそういった活動なんですか、はい、現在はあの警報器ですねそちらの設置がしてあるかどうかとかあとやはり何か心配事はないかということをお尋ねするお話し相手にもなる形の活動をしております私が行ったところは下記のところに危ないものが置いてあったり換気扇がないお宅があったりとかやはり状況的にあの危ない 状態が多かったっていうのをご指導を消防職員の方とガス会社の方と一緒に行ってまあ一緒にお話をするっていう活動をしてまいりましたなるほど。はい、そうすると女性消防団の方が一人でというよりはそういうふうにチームを組んで広報、はい、活動されているということなんですねあのだいたい女子消防団と消防職員の方とガス会社の方 という形で一緒にご家庭を回らせていただいていますのでお一人暮らしの方でも安心してあの質問されますしご訪問できるという形になっておりますのではいやはり住宅用火災警報器これは重要なものになってきますかはい住宅火災はやはり期限遅れが多くの人が亡くなっておりますのでやはりあの煙や熱を感知してくれるあの警報器は必要だと思います。 特にあの子ども部屋や高齢者の居室など、就寝に使われる部屋にはあの義務付けられておりますので、ぜひ取り付けていただきたいということと、あとやっぱりそのほかに台所用やろには必ず取り付けをお勧めしますね、はい、やっぱり火を取り扱うところっていうのは、特に重要ですよね、はい、必ずあった方が、やはり逃げ遅れとかないと思いますので、うん、やはり警報が鳴った場合は、大きな声で知らせる、避難する。 119番通報するということが必ず重要です。はい。今後その14名の皆さん、どんどんこう活動が深まっていくと、どんな活動にこう発展していったらいいな、という風うなお、話し合いなどされてます。か？はい、えー、まだ実現はしておりませんが、もっと地域に密着できるって言うのと、保育園や幼稚園などに。 訪問ができたらなと、そこに火災や地震の時のどういうふうに対応したらいいかっていうのをこう子どもの目線で説明ができる団員として動けたらいいなというふうに今話し合いはしておりますがまあ先未来にはそういうふうにしていきたいというふうに思っておりますぜひ、いろんな方にこの消防団員の活動内容を見ていただき参加できていただけたらいいなとぜひに思います。うん、特別消防団員としして、水戸ちゃんも任命されましたので 来年の出初式には水戸ちゃんも参加しますので、ぜひ皆さん見に来ていただきたいと思います。水戸ちゃんも参加する消防出初め式、来年の1月10日に水戸市の千葉公園西側駐車場で行われます。消防出初式とはどういったものなのか、根本さん、改めて教えてください。消防出初め式は新春を飾る恒例の行事として、消防職団員の式雇用、 市民に対するる防防火防災意識の普及を図ることとを目的しして開催いたしますこの消防出染式の歴史は江戸時代に明暦の大火といわれる大火事が起こり当時の江戸幕府はこの大火事を教訓に江戸城や周囲の防火のため消防組織城備消し4組を編成して城の周りに火消し屋敷を設けました。はいこの 常備消しの顔見せの儀式を現在の上野東照宮で行ったものが。現在の消防出初め式の始まりと言われております。はい。あ、そうなんですね。はい、消防出初め式ですが、見どころはどんなところでしょうか。はい。消防直団員による行進や。船箱への豪快な一斉放水。それと梯子車試乗体験や寄進車による地震体験。 若飛び会による伝統的なはしご乗り演技などを披露し新年の幕開けにふさわしい消防出初め式を晴れやかに行いたいと思っております平成28年の1月10日日曜日9時から場所は千葉湖の千葉公園西駐車場水戸高門像前の駐車場になります やはり消防本部もそうですし消防団の皆さんもそうですしどんな方たちが万が一の時に助けてくれるのかっていうのを市民の皆さんがご覧になるいいいチャンスってことでですすよねね、はい、そうですねいざという時はこはきびきび動いてるからちょっと怖いのかなって思ったり <laughs> っていうこともありそうですけどこういう出初め式の時に実際に触れ合ってみるとまたそこに親ししみ感じてくださるかもしれませんねねそうです発信本社もそうですし地震体験もそうですし。 いろいろなブースで消防の職員、あとは団員と触れ合う機会、皆さん、優しいので、<laughs> ぜひ来て消防職員、団員のですね優しさとか温かさを触れていただければというふうに思いますそうですね、はい、あのいろんな、まあ、イベントを通して、防災ですとか火災予防などにつながるといいですもんね。その通りですね防災に関しては自助、共助、共と いう形でまずは自分たちは自分たちの身を守るということですねあとは周り近所で守っていくそれと私たち公的機関の方が助けに行くということなんですが一番強い力はやっぱり近所の力ですねその近所の部分を大事にしていただければあのより多くの人が助かる安心できるというふうに考えております まずは、家の周りに燃えやすいものがないかを確認し、ご近所、地域も一緒になって火災予防に取り組みましょう。火の取り扱いには十分にご注意ください。そして、平成28年1月10日は、水戸市の千葉公園西側駐車場で行われる消防出初め式へぜひお越しください。マイタウン水戸、コンアヒコがお送りしました。